はい、皆さんこんにちは。口から生まれた占い師、新宿大久保の兄貴、金田ロッキーです。さあ、北京オリンピックもね、佳境を迎えてまいりまして、もうロシアがやばいっすよね。ワリエワの、ドーピング問題、ロシアの、このウクライナ侵攻問題、もうなんかね揺れておりますけども、プラス、オミクロン株、またなんかオミクロン株ステルスやったっけ、新しいのが出てきて、コロナに関する僕の試験というのはね、昨日動画に上げましたので見ていただければ結構ですけれども、まだ上げてないか、この後流れますんで、はい。ね、最近ちょっともう東京ね、無料 PCR センターへのがなんかポツポツできてきだして、まあ受けさせてね、その分数が出るんで、無症状の人とかもね、やっぱりそれで出ちゃうんで、このワクチン接種をね、こうやっぱり進めたんやろな。1億2000回分確保したのに、余ってしまったらどうしようもないから、なんとかビビらしてワクチンを、数を出してワクチンを打とうっていう方針なんやろうけれども。はい、そんなこんなでね、その動画はこの後に流れますけれども、本日はですね、オリンピックもドーピング問題も、ワクチン接種問題も全く関係ございません。皆様の2月後半の金運、ちょっと遅れましたけれども、はい、こちらのタロットカードで運勢そのものを出し、出た目に対する提案、このお正前タロットカードで出していきたいと思います。皆さんのこの2月後半の金運の流れ、7枚のカードこちらで出します。で、はい、それに対して皆さんの重要なメッセージ、このお正前タロットカードで出していきます。小判選んだ方、白い招き猫選んだ方、黄色の大黒さん選んだ方、はい、3パターン作らせていただきますので。これね、これ7枚、カードは全部22枚ありますので、7枚、3パターン作って1枚余りますので、1枚余ったカードは皆さん全員に対する重要なメッセージということで、最後に読ませていただきますので、はい、この2種類のタロットカードを使いまして、3択で皆さんの2022年2月後半の金運出していきたいと思います。はい、ではまずこちらのタロットカードで金運そのものを出していきます。はい、すべて出揃いました。はい、3択でこちらから小判、白い招き猫、金色の大黒さん、はい、どれか自分の好きなのを選んでください。 Thinking Time。 はい、選ばれましたでしょうか。では最初、はい、この小判から説明していきます。はい、小判選ばれた方、お正前タロットカード、皆さんに対する重要なメッセージ、ブレイキングスルー、打ち破れ。はい、そしてタロットカードは愚者の逆位置、女強皇の逆位置、強皇の正位置、太陽の正位置、エンプレス女帝の正位置、ジャッジメント審判の逆位置、世界の逆位置出ております。解説していきます。これね、ちょっと踏み出せな、うまいこといけへんかったんが、あ、これでええわ、大丈夫やってなって、一時的には、あ、これでいこう、あの元がパッと取れたりもするんですけれども、やっぱりちょっと問題点って出てくるんで、宮迫くんの焼肉店で言えば、ごたごたオープン前に問題があるじゃないですか。で、オープンさせたとします、従業員も揃えて。
オープンさせたと思います。オープンして仕事として成り立ってる、オープンのこのやっぱり話題になってる分、客に客もバババババーと来る。でお金もその一時的にはオープンした当初はバババババ儲かる。ただ復活ない、モチベーション上がらん、ああ外に飛び出せない、最後の方あかんようなら、宮迫君のもと焼肉屋で悪いんですけれども、例に出すのが最後どうなるかわからないですけれどもね。ちょっとまた俺この前占ってどう言ったかな、まだまだ問題出るでええかな、んかそんなん出てきて、ちょっとオープンしたら下で宮迫君の焼肉店もこの先のこと占いたいと思いますけれども、だから宮迫君の焼肉店がもしあかんようになったとして、一時的には良かっても最後はあかんようになるとかいうパターンなんだったら、そういう出方がしてます。はい、だからまあそこは強い気持ちでやっぱりやっていかなあかんし、問題点出てきた時にどう対処するかですよね。落ち着いて、はい、最後まで諦めずにやっていく。まあダメじゃなくって、そこはもう自分でね、もう周りのとスタッフの力も借りないといけないですし、なんとかそれで強い気持ちでやっていく。はい、もう周りのごちゃごちゃ言うてくるやつら、俺みたいにねごちゃごちゃ言うてくるやつらもう聞かず、もう自分のもう強い意志でやり遂げる、こんなもんうまいこといけへんわーって言うてたやつらを見返してやる、そのぐらいの気持ちでやれということなので、ちょっと一時的にはあこれでええわってなるかもわかんないですけど、問題点も出てきますので、はい、そこはそれはそれでどう対処するのか、はい、また考えてやっていけばいいと思いますので、5番選ばれた方、はい、最終的にはざっく、一時的にだけじゃなしにね、最終的に大判小判がザクザク入ってくるように頑張ってください。はい、ではこの白い招き猫選ばれた方解説していきます。和尚禅タロットカードが、はい、疲労、疲れ溜まってますね。はい、こちらのタロットカード、力のカード、正位置、吊り下げられた男、正位置、節制のカード、正位置、ハーミット、忍者のカード、正位置、で、デスのカードが正位置、はい、運命の歯車、逆位置、スターのカード正位置。はい、解説していきますね。ちょっと我慢のが出てて、我慢乗り越えて、まあバランスは取れてくるんですけれども、まだそこの中でもまあある意味一時的なバランスはこれではなるんですけども、それはそれでこう調整がまだまだ必要というか、宮迫くんの焼肉店で言えば、まあちょっと大変な部分、光くんが抜けた、ああでもこの体制でやっていこうかと、ただオープンまでにはまだ時間はかかる、はい、なんとか前に進めたものの歯車がまだ回らん、うまいこといかん、ただまた希望が見えてくる。また、皆さん、もうこの未来の部分に関しては、あくまでもね、仮想ですからね。はい。まあ、例として言わせていただいておりますが、はい。まあ、宮迫君だけじゃなしにね、お店これから商売始められるという方、まあまあ、そんな感じで、ちょっと歯車回らん部分はあんねんけれども、いい部分も出てまいりますし、希望を見えてくる部分もありますので、それに準じて、こうね、これでええわ思えたらズドン行ったらええし、ただね、もうちょっとやっぱり、こう、つけが溜まってくるというか、自分の体の疲労を、まあ、運勢の疲労、運の疲労というか、あと、ね、まあまあ、前、無理してやってたら、ちょっとお金できない、ね、部分も、こう、借金、赤字積み重なってきたりというか、ちょっといろんな部分の疲労はやっぱりついてくると思いますので、はい、そこの部分しっかり対処して、もう体しんどいやったらちょっとお休みする、あここの部分改善せなあかんな、はい、そういったこと、まあ細かい悪いとこ出てきたらそこを一つずつ改善させていけばいいと思いますので、まあそんなに悪くないです。はい、希望も見える、このやり方でやっていこうみたいな感じになりますので、はい、これでいいと思ったら突き進んでしっかり儲けてください。はい、続きまして金色の大黒さん、
解説していきます。和尚禅タロットカードチェンジ変化。タロットカードは月のカード逆位置。はい、ジャスティス正義のカード正位置。シャリオット戦車のカード正位置。マジシャン、魔術師のカード逆位置。エンペラー皇帝のカード逆位置、デビル、はい、これはデビルやから悪魔のカード、逆位置で、最後ラバーズ恋人のカード逆位置になっております。解説していきます。まあチェンジはそのままですよ、ですよね。変化に対してここちょっと今までのパターンじゃあかんのちゃうのみたいな感じになってくるんですけども、まあ月逆位置、まあなんとか前に進めて、これもね良かったんけれども、バランス取れている、やったことに対する見返りとかね、これもちょっとイケイケでガンガンいったらええわ。ただどうしていいかわからない状態。はい、宮迫くんの焼肉屋で言えば、うん、ちょっとどうしようかないう部分もあってんけれども、まあ光くん抜けたってなんかね、別のパートナーさんでやっていけるわ、そのままガンガン行くわ、うん、ただなんかまだねちょっとどうしていいかわからん。はい、最終的にちょっとまあ自分本位のことできなくなって、まあ悪い部分こう省いていく、それも大事やと思うんですよ。で自分も甘い立ち切らなあかん、うん、だからやっぱりちょっと悪い部分を弾いていかないと、お店とも別れる羽目になるで、店閉めなあかん羽目になるで、うん、自分本位のことちょっとあんまりいい状況がじゃないかな。まあちょっと自分も頑張る、悪い部分は省いていく、そこの部分ちょっとしっかり見極めて進んでいった方がいいんじゃないですかね。そういうチェンジ、そういう変化、自分で起こしていってください。はい、では3パターン読ませていただきましたが、最終的に1枚残った最後のカード、はい、タワーのカード逆位置出ております。これこう出てるよりこう出てる方が小さい変化とか、まあなんていうんですか、小さい変化、小さいトラブルね、そんなに大きくないので、ある意味まああこれで済むんやったら、あちょっと出費やったけれどもよかったわとかね、うん、そういう部分変えなきゃいけない部分、皆さん敏感にね、ちょっと出費があってそこせびってたらね、出す金出さんかったらうまいこともいきませんので、そういうことですよね。でちっちゃいちょっとトラブルあったとして、まあこれで済んでよかったわと、うん、動かざるを得ないんやった自分がやっぱりそこしがみついてるんじゃなしにね、この変化に対して動くことに対応していく、周りにもそれ説明するね、うまいこと順風満帆にバババーと全部うまいこといくわけないんですから、はい、途中でこういろいろとこうね微調整みたいなのも必要になってくると思いますので、はい、それをもう大したことないんですけれども、やらざるを得ないということでね、頑張ってそこの部分乗り切っていただければいいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあ2月ね後半、ぼちぼち2月終わりまして、もう3月ですからね、2月後半の天気予報を見たら、ぼちぼちもう、10何度いうね、気温も来週ぐらいからやっぱり10度11度になってきますからね。今年寒かったっすよね。寒い分やっぱりコロナ増えたんかな、そうなんかな、かあのインフル増えるのと一緒でね、そういう部分もあると思うんですけど、ちょっとねまだ金融お商売なさってる方々も景気がねコロナであんまり良くないので、はい、コロナ景気、薬品会社とかね、えぐい額儲けてるんでしょうね。はいはい、そちらは、この次の動画で占った部分もありますし、その日本国家の今後のこのコロナに対する対応みたいなね部分を占わせていただきましたので、ぜひぜひぜひご覧くださいませ。はい、ということで皆様の機運3パターン出させていただきました。はい、ちょっとでもねこちらの方実がなるためにはどうしたらいいか、はい、そうな良くなるための、私の占いがね指針になればと思っております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。